桂尾中学校というところに、来ました。繰り返しますが、まあ、4月、23日土曜日ですね。若干今ちょっと雨降ってますけど、まあ、本降りという、まあ、若干降ってますね。降ってる程度ですけど、今、カッパ着ながら撮影してます。やっぱりここら辺若干線量高いです。先ほどの、20キロの禁止の出入り口のとこあったんですけど、立ち入り禁止の。そこに比べるとやっぱりここ高いですね。ここでちょっと授業やられてるのかどうかわかんないんですけれど、危険立ち入り禁止っていう、なんか、これ倒れちゃってますけどね。わー高いですね。ここら辺今、5を振り切れましたね。高いです、高いです。あ、ここ、土が陥没っていうか、なんかひびが割れてますね。すごいですね。校舎使われてるのか使われてないのかちょっとわかりませんけど、立ち入り禁止っていうちょっと今これ、ポール、ポールってじゃないですね。柵があって、まあちょっと倒れちゃってますけど。今ちょっと地表とかどうかなと思って調べてるんですけど、そんなにめちゃくちゃ変わらないですね。あ、でも、あ、結構高いですね。5は、5は振り切れそうですね。地表まあでもそうですね、ここら辺は、地表でも、一応これアルファ、ベータ、ガンマ全て検知してできるやつなんですけど、そんなにめちゃくちゃ、今ちょっと高そうなところを狙って、ますけど、まあでも全然出ないんで、そうですね、5から7ぐらいですかね。10までは、ここら辺、今ちょっと学校の周辺では10ぐらいまではいかないですね。ただ、普通に大人の目線で持っててもですね、4から5ぐらいは行きますんで、行きますんで、まあ、高いことには、変わりありません。